キャッチボール旋回、私が勝ったら彼女から取ったものを全て。ジョリーン、エルメス、あんたのせいじゃないわ。ミラションがスタンド使いってことでもどうする気なんだよ。旋回連続なんてよ、今の野郎は無敵って感じだった。いる、ここへ入ったはずだけど。右に逃げ込んだぞ。それだけじゃない。あんたそのスタンド能力は誰からもらった？ここはエレベーターだ。エレベー、ウォルダー投げろ。エレベキャッチボールはこれで今途切れたぞ。お前の父親のディスクで、そしてそれは、キャッチボールは終わっていない。私はキャッチボールの相手は指定しなかった。監視でもいいよな。ディスクは必ず父さんに戻す。ホワイトスネークが持っているもう一枚も。故に誰も私にたどり着けない。人と動物の違い。石鹸、私は部屋だい。そこの時計一番高いやつちょうだい。飲み物もサービスしとくぜ。またいつでも来てね。電話帳で調べたからこれしか知らないのよ。それに私はフロリダ州。私はただの財団の代表です。そしてスタンド能力者ではありません。医学的に言って生命反応は全く。あなた方にディスクをこの刑務所から持ち出す方法を考えてほしい。すぐによ。言っとくけど私、面会は禁止されているわ。わかりました。あなたがディスクを回収しろとおっしゃるなら全力で回収しますし。でもサベージガーデンを探してください。行けばきっとわかります。中庭へ行くにはまずあのゲートを通過し、奥の階段を上がって。お姉ちゃん、エンポリオ、その二人幽霊って、あんたまさか。違うよお姉ちゃん、この刑務所は1984年に火事が起きて大改築されたんだけど、それが僕のスタンド能力。でもあくまでも使えるだけ。その時計は屋敷が焼け落ちた時刻で止まったまま。勘違いしないでお姉ちゃん、この屋敷幽霊はどこにでも通じてるわけじゃないんだよ。ウェザーリポートが彼の名前だ。刑期が6年の服役囚、背伸びしてつま先で歩くのが彼の癖で、そしてお姉ちゃんのお父さんが記憶のディスクを奪われた理由も知りたがっている。スタンド名もウェザーリポート。気づかないふりをするんだ。電話の内容を知らないから、僕らの話を聞こうとして近づいてきたんだ。ストロクて足が遅かったからここに逃げ込めたけど。この先は工場、中庭を挟んで男子館にもつながっている。工場より先、中庭には力技で行くしかない。僕はここまで蘇らせてほしい。触って缶を振ったりしなかったか。てめえ新しいの買ってこいよな。え、コーラ買ってこいってマジに私が買ってくるわけ？これは受け皿が宙に浮き上がっている。コップもブーツも、あの時奴は唾を吐いた、そのせい。ウェザーリポート、奥へ行かないで。聞こえる、敵に攻撃されているわ。空城ジョリー、
死ぬのはあの女一人だけでいいと思ったんだがな。